ファンタジスタサッカーチャンネル始まりました。前回に引き続きまして、今回も名古屋産業大学の社会人チームと名古屋産業大学のトップチームのキャプテンも山田さんにもお越しいただきまして、4人でお送りしていきたいと思います。引き続き鈴木さん、よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、今回のテーマなんですけども、こういう選手が、上に行くっていうか、活躍するっていうか、プロに行くんだなって思う選手を、皆さん、高校時代、大学時代、どこかで会ってると思うんですけれども、そういう選手たちの、すごさというか、こういうところがすごい勉強になったとか、その自分との違いみたいなところを、ちょっとお聞きしたいんですね。なるほど。でも、紅白戦でゲームしてるのを見てたら、やっぱり、プロっていうか、その中でも上っていうか、ずば抜けてるのは、なんか、負けず嫌いがすごいですね。負けず嫌いですね。いいか悪いか置いといて、やっぱり、取られたりしたら、絶対取り返すのに、削ってでも止めて、なんていうんですかね、自分が取られたっていうのをなんかどうしてもなくしたいらしくて。とか、キーパーの人だったら、やっぱり自分が失点したら、そのディフェンスのミスだったらミスを分かるまで、追求して、話し合いっていうのをよくしているのは見ました。なるほど。そうかそうか。だからもうちょっと話ししようって言って、こう自分で主導で、多分こうミーティングというか、してってことですね。それはすごいな。そういう選手たちを見て、どうですか？どう思いました？その辺の。そういう凄さに、目の当たりにして。なんていうんですかね、試合出てる人たちはみんなそんな感じなんですけど、その中でもやっぱりまとめたりするのがやっぱりプロ行ってる人なんで、その力がやっぱり他とは違うんだなって思いました。負けず嫌いを、集団をまとめてるっていう、まとめられる人ってことですかね。そんな感じですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。次は誰行きましょうか。じゃあ自分いきます。はい、お願いします。やっぱ自分も、友達とかがプロになったりしてる子を見ると、やっぱり負けず嫌い。今、カザも言った通り、やっぱ負けず嫌いだなっていうのは、めちゃくちゃ思います。やっぱミニゲームとかやってたり、それこそボール回しとかでも、自分がミスした後の切り替えとかすごい早いし、それこそ、今本当に言った通り、自分のミスを、なくすではないですけど、自分のミス取られて、その後すぐ切り替えて、ボールを取り返すとか、やっぱ勝利への執着心とかっていうのは割と高いなって思います。なるほど。負けず嫌いか。負けず嫌いに以外っていうのはも、なんか負けず嫌いっていうのは、共通なんですね。他なんかありますか？皆さん。僕はいいですか？どうぞどうぞ。僕の高校も同年代で一人、今 J リーグで活躍してる人がいるんですけど、その人はやっぱキャプテン、3年生になってキャプテンして、で、やっぱりその負けず嫌いとかサッカーの部分ではやっぱ共通してる部分があって、で、それ以外だとやっぱ人間性のところが、本当にすごいなっていうか、同級生なのに尊敬できる人っていうか、サッカーがそ、その、
その選手からサッカーなくしてもその人間性で上に行けるなっていうのがすごい感じてて、やっぱりその人に対するまずは言葉遣いとかマナーとかが本当にすごくそういうところから尊敬できて、学校生活の中でも一番っていうかそういう存在でありました。なるほど。なんかそういう人間性のいいその彼のエピソードみたいなのなんかありますか？そうですね、なんか例えば、うん、どんな時にそう思ったのか、うん、それこそ種子島合宿の時とかに、はい、やっぱり走りでみんな走れなくて、うん、やっぱきつい中でやっぱそのキャプテンがやっぱりずっと声出してあげたりとか、うん、鼓舞してあげたり、例えば走れない下級生がいたら背中をずっと押して、うん、まあ意地でもタイムに入らせることとか、うん、まあ本当にちっちゃなことだとやっぱりそのなんだろうな、宿舎に帰る時のゴミ拾いとかずっとやってましたね、その選手は。すごいですね。ちなみにですけど、やっぱ女性にもモテたんじゃないですか、そんな素晴らしい人だったら。めちゃくちゃモテてました。やっぱり。高身長ないですよね、そんなに素晴らしい人。はい。わかりました。いや、完璧な人間ですね、本当。なるほど。僕は、なんか部活でプロっていうかは、その、ユースからプロが多くて、うん。まあ、そのあんまり自分が直接見たっていうよりかは、その自分なんかその友達とかを通じてとか、うんうん、そういう本人に普段どういうことをしてるとかどういうことを意識してるってなった時に、なんかやっぱりそのサッカーに対する姿勢が人と違うなっていうのが印象的で、うん、なんか自分自身にも一切妥協がないし、うん、あと前にもまあ、みんな言ってたんですけど、やっぱ負けず嫌いな部分があるんで、うんうん、まあ、勝負事ってなるとすごい試合だろうが個人の1対1だろうがすごいこだわるし、うん、負けたら負けたでなんかその次勝つために自分は何するのかっていうことを考えて、なんかチーム練習とはまた別で個人でそういうトレーニングをしたりとか、うん、まあその人と違うこともなんかもう堂々とやってるっていうか、なんか浮いてる存在になるんですけど、まあそれもめちゃくちゃいい意味でなってるんで、やっぱりそのサッカーに対する姿勢とか覚悟が違うかなっていうふうには自分は思いました。なるほど、ありがとうございます。鈴木さんも、まあ、Jリーグまで行った男としては皆さんの話聞いてどうですか？負けず嫌い、まあ、負けず嫌いっていうのも多分あると思うけど、うん、まあそのさっきひろきが言ったように、うん、そのボール回しでもとか、うん、ミニゲームでも、うん、その僕の周りでも結構プロ行ってる選手もいたし、うん、高校時代も大学時代もやっぱりいたけど、うん、例えば高校時代であれば、うん、その土曜日の公式戦が終わって日曜日はリカバリーでっていうのが結構多い流れだと思うんですけど、うん、その日曜日試合出た組でリカバリーで、うん、じゃあ例えば最初遊びのリフティングとか、うん、なんかサッカーテニスとかってよく言われるのをやったりとか、うん、まあ、して最後にちょっとミニゲームやろっかみたいになるんですけど、僕の周りの人もまあそのリフレッシュのミニゲームでも、うん、本当に時間ちょっとずつ経てば本気になって、うん、まあ、勝負事だから、うん、みんな負けたくないし、なるほど、そのリカバリーなのに時間が経ったらもう本気のミニゲームになってるみたいな、はい、っていうのがやっぱりプロに行ったやつだけじゃなくて、うん、その一船の子たちは結構そういうのが多くて、なるほど、なんかもうその勝負に負けたくないから、うん、遊びだろうが真剣にやるし、うん、っていうのが結構多くて、大学時代もなんかその練習終わった後にこう遊びでボール回ししてジュースかけたりとかってやるっすけど、うん、途中からも喧嘩になってるっすから喧嘩ですか
あ、お前のミスだろみたいな結構真剣にそういう風になったりとかしてて、はい、うん、でもそういう部分ではまあ負けず嫌いというか、うん、まあ、その遊びのゲームだろうが、うん、みんな真剣にやってるみたいな、うん、だからその手を抜くことはあまりしない、うん、そのリフレッシュトレーニングだろうが、うん、そのウォーミングアップだろうが、うん、だそういうのはあの、まあ、プロに行く選手だけじゃなくて上でやってる選手は、うん、なんかそういう習慣でやってるなっていう印象がすごいあるんで、うん、まあ、それは負けず嫌いだけではなく、まあ、こだわる部分っていうのはすごいみんなあるんじゃないかなって思いますね。なるほど。ちなみに鈴木さんの代とかその後輩とかたくさんね JD が出ましたよね。はい。やっぱそういうのはやっぱり共通してるんですね。なんかそういう選手たちの集まりというか。うん。うん、まあ、それこそね、あの同級生の泉龍二とかは、うん、ミニゲームリフレッシュのミニゲームですらもう今のこっち足に出せみたいなめっちゃキレてますから。さすがですね、こだわってるところが。うん、そういうのを普段からやってないとちょっと試合でもできないってことですよね。たとえそのリフレッシュでも、まあまあまあ、力のところも大事だなって僕は思いますけどまあそういう集団だったっていう感じですかね。わかりました、ありがとうございます。ということで今回のテーマは、はい、もうこういう選手が上に行くっていうテーマで皆さんにお伺いしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。